やあ皆様、わしは佐賀の八賢人副島種臣と申します。明治政府で初の民間出身の外務大臣、そして書道の達人とも言われております。わしは佐賀藩切手の大先生枝吉南郷の次男として生まれた。兄は枝吉信用といって佐賀藩一、いや日本一とも言える学者だった。幕府が作った学校で一番優秀だった記憶が残っておるからな。しかし身内に厳しいもんだから、このわしなんぞ怖くて仕方がなかった。できすぎる兄がおると人には言えん苦労もあるやろ。子供の頃はこの兄に追いつかんばと猛勉強ばしよった。21歳で藩校講道館の主席を務めるまでになった。そしてこの佐賀で学んだことがその後のわしの仕事に大きく役に立った。若い頃は失敗も多かったけど、その度にわしを救ってくれたのは友だった。例えばわしが自分が考えた日本の在り方を発表したら、こやつは危険人物だ、過激だと言われ、仕事を奪われてしまった。しょげ返っていた頃、大隈重信が長崎で英語の学校を作るのに力を貸してくださいと復活するきっかけを作ってくれた。またせっかく江戸に留学に行かせてもらったのに、着いた早々馬から落ちてもうダメだと落ち込んでいた時にも、佐賀から出てきた友が懸命に介抱してくれたおかげでなんとか持ち直したんじゃよ。ではここでクイズじゃ。わしは実はあるスポーツがとても好きだった。見てるとなんかこう体に力が入って、なんかこう、たぎるものがある。ではそのスポーツとは一体何なのか。1、相撲。2、サッカー。3、レスリング。江戸時代から明治の世になった際には新しい国づくりが始まった。みんな初めてのことでてんやわんやしとった。新政府にはどんな大臣が必要かとか、国の法律はどうやって決めたらいいかとか、誰も知らん。そこの時に頼りにされたとがわしやった。兄の枝吉信用先生の教えもあって、日本の古代からの政治の組織のあり方から中国の政治のあり方まで一通り頭に入っとったからな。そがん人はそうおらんやったとやろな。明治新国家の政府の大臣の役割などを一通り記したから、まさに新政府の礎を作ったことになるな。民間から初の外務大臣に任命されたのは明治4年、わしが44歳の時じゃった。その翌年に大事件が起こった。横浜港に泊まっていた外国船から一人の中国人が脱走して横浜に上陸してきたんだ。男が言うには、中国から騙されて200人を超える者どもが船底に閉じ込められていると。これから遠く南アメリカに奴隷として連れ去られようとしていると。中国も連れて行かれる南アメリカの国も日本とは関係がない。けど、バテン見て見ぬふりはできん。わしはこの不当さを確かめ、国際裁判に持ち込んだ。大変な仕事だったが、結局無事に中国人は解放され、故郷に帰ることができた。それまではわしらのことを野蛮人だと思っていたかもしれない各国が、これが日本の侍魂か、人を大切にする国だと、そして尊敬してくれるまでになった。これはその船の名前を取ってマリアルス号事件と呼ばれている。わしは書を書くのが得意でな、
書家添島宗海として多くの書を書いて喜ばれた。書のうまかった弘法大師以来の達人とも言われたが、いやいや、それは褒めすぎじゃ。わしの書の特徴、そうだな、何事にもとらわれず思い切って書くことかな。そう、あの佐賀新聞の大字を見てください。わしが書いた字だ。令和の今になっても使ってもらっている。お主の家にももしかするとわしの書が残っておるかもしれんぞ。クイズの答えは1、相撲じゃ。若い時は多くの人から助けられ、やがて世界中に信頼できる友を得た。そんな人生だった。わしの生涯は佐賀城本丸歴史館で、そして書いた書は県立博物館などでお確かめくだされ。あ、そうそう、みんな絵を描くのも書を描くのと同じことだ。何事にもとらわれず思い切ってな。でもひげはかっこよく頼むぞ。